ないです。新規決めてくれた人全員新ユラのコーナー、初登場西川忠さんです。あ、ありがとうございます。皆様こんにちは、吉本新喜劇の西川忠です。マキちゃん、ご結婚おめでとうございます。いや、もうどうですか新婚生活。いや、楽しいですね。いや、だってインスタやツイッターでいつもあの犬とかそれから美味しい、2人揃っての、食卓の風景が皆さんご覧いただいてますよね。本当に美味しい愛あふれる食卓ですよね。品数何品あります。どんだけ作るのに時間がかかるか、それを思うだけでも愛の深さを感じます。そして山野くんは美味しいな美味しいな美味しいな、2人幸せやな、うーん、はーい、チュッなんてことをしてるんでしょう。それ、あんたんとこや。うちの家も、はい、まあ言うたらもう約10人ぐらいの大家族で、はい、で基本はあの妻が、はい、まあ台所は一人仕切ってやってくれているので、すごい、はい、大皿料理で6、7、8品ぐらいは作ってくれて、みんなが好きな分量を取るというようなシステムなので。しかも和洋中全部お得意と聞きましたよ。ああ、確かに。結婚して23年になるんですけれども、はい、結婚した当時、まあ、ありがたいことに大家族のうちに入ってくれました。そこで10人分作るのに最初は妻5、6時間マジでかかってました。絶対そうやと思います。でもこの23年経った今、その7、8品を1時間あったら全部まとめて、主婦の鏡、すごいなと思ったのが、ただしさんと前ロケ行かせてもらった時、なんか朝もう5時とかの集合やったんですよ、うん、朝は食べはらないですかって言ったら、うん、朝5時集合やから多分もう4時とか、うん、それぐらいの時間に、うん、今日は妻が握ってくれたおにぎりを頬張ってきましたって言ってあった時に、はい、奥さんどんだけ素晴らしい方なんだと思ったんですよ。いや、素晴らしい。4時から握るかな普通。何がマキちゃん絶対握るで。握りますよね。イエイイエイイエイ。握ってない、揉んでたよ。あ、こうやって、こうしながらこうってこういうことですよ。喧嘩とかすることあるんですか。喧嘩じゃないですけど、ちょっとなんか、あ、意見のぶつかり合いみたいな、ね、そういうのありましたけど、でも何せやっぱり妻が言ってることが基本正しい。そうですか。ええ、だからそこをちゃんと聞いてたら。すごい。田田さんは浮気したことあります？うん、ないです。なんで奥さんのことね、はい、なんでそんなに好きでいられるんですか？なんで好き？それやっぱり常に愛をかけてくれるからじゃないですか？そっか、奥さんが一生懸命常に尽くしてくれるから、うん、田田さんも好きで。奥さんってね、ほんなら普段お化粧してあります、うん、普段してるよ。あ、すごい。え、家に。あ、もう朝起きたら、必ずお化粧から始める。すごい。私はお化粧とか、うん、もうそうでありたいと思ってたんです、うん、結婚しても朝、休みでも朝から化粧しようと思ってたけど、うん、もう実際全然そのできてないです。もう仕事の時だけです化粧するの。そこはだってやっぱりその素顔を見て、何よりもこの顔よりも中身の心を見て山田君結婚したわけですから。何笑ってるんですか皆さん。本当ですよ。いや、素晴らしい。もうそら夫婦円満でさ。奥様もそんな感じなかったですか。もう前向きなというか。妻ですか、はい、妻はもう僕より6つ下なんですけれども、うん、僕より100倍大人です。へ、そうなんや。そうですね。妹、彼の子がいるんですけど、はい、彼の子と幼稚園から の友達で、うちにも幼稚園からずっと来てたんです。だから結婚する、僕30で結婚したから、もう5つぐらいに来てたから、知り合ったら結婚する25年前ぐらい。すごい。え、彼の子さんも一緒に住んでるんですか。あ、一緒に住んでますよ。ほんならもう友達同士で一緒に住んでるようなもんですよね。そうなの、本当に嘘じゃないしね、2人は親友やったのよ。だからもう親友が姉になってるみたいな。めっちゃ面白い。めっちゃいいですねそれ。ねえ、なんかそういう人生もあるんだね。すごいですね。え、ちょっと頑張ります、見習います。いや、そんなことは見習う必要はありませんし、頑張る必要もありません。楽しく前向きに日々生活していればいいんじゃないですか。いやー、勉強になりました。スタディ。じゃあもう熟年離婚だってもう全く縁がないことも、ね、いや、そんな風に思ってるのが一番ダメ。そう、毎日新鮮に、はい、やっぱりちゃんと心に
そういう意味では緊張感を持って、あのしんどい緊張感じゃないですよ、はいはい、そうじゃないと慣れ合いはダメですよ。いつそんなことが起こってくるかは分からないという思いを込めて人生は進んでいかないといけないんじゃないですか。これから浮気しないとは思ってるけど、そんな人の人生なんて未来は分からない、ね、はいはい、だから未来のことは分からないけど、あの何があるか分からない。うわー、それはちょっと見てみたい。何が見てみたいんや。熟年離婚されてる田辺さん、ちょっと見てみたいかもしれない。ちょっと待ってよ。いや、ちょっと悪ガキが出てきましたよ、皆さん。ね、それは冗談ですけれども、でも勉強を参考にさせていただきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。明日放送の MBS 吉本新喜劇に出演されるということで、はい、そうなんです。見どころなどを教えていただきたいなと思います。はい、明日放送の、はい、吉本新喜劇、はい、まずは、はい、タイトルから参りたいと思うんですけど。はい、レインとレイン。どういうことでしょう。吉田豊リーダー、以前漫才コンビを組んでおりまして、はい、その時のコンビ名がトレイントレインだったんですよ。ちょっと待ってください。自分のリーダー集の時の題名を自分の昔やってた漫才コンビの名前にした、はい、きっしょ。今回の見どころ、雨、はい、吉本新喜劇のお芝居の中で雨が降ってるってどうでしょう。確かにないかも。そうでしょう、はい、今回のお話は花月山という山あいの寂れた駅の前が舞台なんです、山の中っていうと、天気の移り変わりが激しいですよね、はい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 、だからお芝居の間中雨が降ったり止んだりし続けるんです。すごい。ほんな傘させるそうなんです。すごい、初めて見るかも。吉田豊リーダーはそこに目をつけて今回のお芝居を作りました。だからそうまでしてどうしてもトレイントレインって名前にしたかったから、はい、トレイントレイン、あー雨にしようって、だからトレイントレインにしたいありきで考えた作品ってことですよね。きっしょ。待ってくださいよ。続いて、はい、花月草と言います、はい、実はこの山あいの花月山にはですね、10年前までここにしか咲かない花月草という花が咲いていたんですけど、10年前に絶滅したんです、はい、で今回のお話はこの花月草を軸にお芝居は進んでいくんです。なるほどね。真面目な役ですか。僕ですか、はい、ふざけてまあ2枚目ですか。マジかかるユートピアみたいな。なでスマイルしようね。ということで、ぜひ皆さん気になる方は見ていただきたいなと思います。はい、トレイントレインです。はい、吉田豊リーダー、はい、田辺さんも出演しています。はい、そして田辺さん、なんか皆さんにお知らせすることありますか。お知らせすることですか。そうですね、私、今年12月の31日に家族で勝王寺の方に、お、はい、除夜のお金を聞きに行きたいと思います。だるまの。そうです。はい、それをお知らせしたいことです。そうでした。前向きな田橋さんでした。ありがとうございました。トレイントレイン。